はい、皆さんどうもこんにちは、ケイリアスです。今回もポケットモンスターソードロープレイつきだと思っております。今回はあれか、自分チャレンジの続きかな。はい、では行こう。悪だったっけ、この先でしたね。はい、行きましょう。マリーと他の人たちは知恵からしか、わっ、ケイリアス、ごめん、スパイクタウンの連中ったらシャッターを閉めていたのは私のためだっていうの。スパイクタウンも錆びれるばかり。ジムリーダーのネズさんは大丈夫しか言わないし。だからエールダーに変装してジムチャレンジャーみんなの邪魔をしていたんです。他のジムチャレンジャーがジムに来れないようにしておけばお嬢だけが勝ち上がってチャンピオンカップに進める。そうすりゃ私らのお嬢が新チャンピオンになれる可能性が高まるってわけ。はあ、そんなの全然応援じゃないし。アケリアス、事務調整の手続きとか今さらしなくていいから事務リーダーに挑んで。誰？分かった、行ってきます。こんばんはになるのかな。この人誰だっけ、ネズさん、タコ、髪の毛、タコ、わかんない、誰？ん？エール弾いっぱい。はあ、やっと来てくれましたか。俺、ほんとダメなやつだからさ。だから誰も来ないんだ。そんな思いが強かったね。俺、いい耳してるから、シャッターのことを聞こえていたけど、一人でいる時間は心が泣きそうになるんだよね。ダイマックスが使えないジムスタジアムだからさ。シンプルな戦いになるんだけど、ちょっと楽しんでほしいよね。あ、ダイマックス使えないんだ、ここ。ほうほう。どっから入った？ふぅ。これはスパイクタウンジムリーダー。悪タイプポケモンの天才、人呼んで哀愁のネズ。負けると分かっていても挑む愚かなお前のために、ウキウキな仲間と共に行くぜ、スパイクタウンネズ。来ましたね。ここダイマックス使えないみたいなね。あの魔法1個いるんで、結構こっち有利っすよ。みんなも名前を呼んでくれ。行くぜ、ズルズキン。威嚇だ。はい、攻撃下がる。うん、ダイマックス本当にできない。ああ、マジカルサインできないか。カートリーあれでして、猫騙しきたな。ああ、これはあれか。クレインキス。倒れたわ。一発で倒れた。びっくり。あ、何体か。みんな忘れたわ。何体というか。ね、ズルズキン一体倒して。カラマネロもそのままでいくか。特製天の弱カラマネロをひねくれちゃいましょう。4体しか。じゃあ、ドレンキッシュ。最高かった。だからドレンチする。はい。いただき。はい。満タン。もうホイップ強えわ。はい。最高かった。開きます。はい。とりあえずカラマネロ倒れます。はい。OK ですね。OK。あ、でか全部は回復しないか。まあ、いっか。おう。立ちふさぐま、はい、そのまま。メンバー紹介、甲高いうなり声が自慢の立ちふさぐま。マジカルサイン使おう。ブロッキングってあれか。攻撃をふさぐんか。ですよね。はい。
分かってましたよ。はじかせないの、あと見せかね。ゴーストやばくなかったか。やばくなかった、危ない。フィジカルシャイン、アイリー、ドレインキスやんねーとやべ。あー、またブロック入った。やばいと感じてんのかな、わかんねー。レイジ下がったよ、うん、レイベン魔法一歩倒れる。はい、あと悪に効果抜群なんだ。フェアリー以外にもいけるよね。さすがにちょっと魔法一歩、お、ニャオニクス以外全員よかった。やったね、めっちゃ上がってるよっしゃ、スカタゴンプなんだな。とりあえず魔法一歩ちょっと引こうか。エースガン、エースガン行こうか。よし、ネズにはアンコールもないのだ。歌も技もポケモンもめちゃこの人喋るね。あ、この子か。みんな匂うけどいいよな。冬打ち独特だ。スカタンクとビーハネル、どうしよう。かわいい。ハインボール行こうか。効果あるかな。効果ありだね。よかったな。効果あり。頭パッカーン。スカタンクかわいいやん。猛毒だ。あ、そっか。毒タイプ?悪か。ニトロチャージで倒れるかな、これ。あ、封じ取られた。オッケー。お、オッケー、オッケー。一人も倒れずにね、いけましたね。俺もメンバーも出し切りましたよ。またいつか会いましょう。のー、7360円ももらっちゃった。サンクロー。君と戦えてよかったね。俺のポケモンたちはそう感じてるみたいですよ。あ、握手しないと、ね、身長高っ。悪の順バッジ、悪バッジですよ。よっしゃ。え、あと1個、え、わかんない。あと何個、あ、泣いてる。レベル55までのポケモンを捕まえるようになった。あとユニフォームも。ライブをしていたら、なんて読むんこれ、売りたいんですけど、ちょっと漢字がちょっと。次は妹のマリーが挑戦に来るんだよね、きっと。妹なん。ちょっと感動したな。見てましたか、妹よ。負けては何も教えられないね。妹なんや。兄貴のポケモン勝負を見て戦い方を学んだんだけど。そうだったか。そうだ、マリー。お前に言っておくことがあります。スパイクタウンジムリーダーをお前に譲りたいのです。うん、知ってる。兄貴が今回の大会で引退するつもりだって。以前もダイマックスを使わずよくやってきたんじゃない?そんな兄貴が好きだけど、返事はノーかな。だって私、チャンピオンになるけん。ジムリーダー、できんよ。そうですね。では、チャンピオンになれるか、兄貴が確かめるとするよ。アクエリアス、兄貴に素敵なポケモン勝負をありがとね。次は私の番、ちょっと外に出ててね。ネズさんに勝ったのかよ。ほら、記念の技マシーンだ。あ、バークアウト。
まくし立てるように怒鳴りつけて相手の特防を下げる。おい9番道路が大変だ、チャンピオンが来たぐらいだぜ。お君出ずに勝ったんだろ、手伝いに行った方がいい。ほら案内してあげるよ。どうしたんでしょう。スパイクタウンを探索しましょう。ん、守護ゴゴーン、守護ゴゴーン、チャンピオン。アケリアス君来てくれてサンキューだが、謎の音は俺に任せてくれ。言っただろ、君たちはジムチャレンジを勝ち進むんだ。残るはドラゴンタイプのジムリーダーキバナだな。キバナは強いぜ、俺がライバルと認める男だ。おっと話し込むのは後だ、まずはトラブルを片付けるぜ。無敵のチャンピオンが君たちの未来を守る。トンネルの先だな、今一度チャンピオンタイムだ。じゃあちょっと進んでいこうかな。お、こんばんは。やや揺れている。揺れに合わせて自分も揺れたら、いやー無意味ですな。すごい揺れだ。なんでここで痩せるの。え、ダイマックス赤い光が一体何なの。ちょっとだ誰も通させてくれないの。こっちか。え、野生の子がダイマックス。ルート9。あ、フォックスは後ろで。アケリアス、何が起きたか知ってるのか。ダンデさんは、そうだよ兄貴なんだよ。すごって音がしただろ、赤い光が湧いてきてさ、近くにいた野生のポケモンがなんとダイマックスしたんだよ。え、ほらニュースを見てみろよ。ガラのニャース、あ、じゃあえ、なんだっけ、ニャイキングかな。ほら兄貴だぞ、最高にかっこいいよな。ん、ニャイキング、ニャース、どっち。暴れるダイマックスポケモンを兄貴とリザードンであっという間に沈めたんだ。兄貴の強さ改めて分かった。よしアクエラス、兄貴に会うぞ。ナックルスタジアムに急ごうぜ。ナックルシティに向かいましょう。オッケー、ナックルジムですね、ナックルジムじゃない、ナックルスタジアムですね。スタジ、あ、ここか。おい、こっちだぞ。あ、アクエリアスじゃん。さすがダンデ君とパートナーのリザードン、ダイマックスポケモンも一瞬で沈めたそうね。俺は無敵のチャンピオンだ、それより何が起きたんだ。赤い光が溢れてパワースポット以外でポケモンがダイマックスしちゃったんだよ。なんで？わからない、何が起きているのか。もしかしたらまた赤い光が溢れ出すかわからないんだよ。それを予測するのも優れた研究家ですよ。おばあさま？委員長に呼び出されてね、ダイマックスとの因果関係をあれこれ聞かれたのですよ。何か判明したことは。さあ委員長はエネルギーは大事だからと秘書に任せっきりでしてね、データが足りないのですよ。だからソニア、あなたも調べなさい。だってブラックナイトのことを誰よりも調べているのでしょ。赤い光が災害かもってこと。災悪。なあ俺たちにもできることあるかな。手伝う。サンキュー、君らの気持ちはありがたく受け取るぜ。だが俺の願いは最高の決勝戦なんだ。俺が未来を守るから、ジムチャレンジを勝ち上がってくれ。わかった。なんたって兄貴は無敵のチャンピオンだもんな。おばあさま、気になることがあります。手伝ってくれますよね。もちろんですとも。じゃあね君たち、チャンピオンカップで会うためジムチャレンジクリアしろよ。俺もやれることをやる。ネズさんに勝ってみせる。アケイレス、お前はナックルスタジアムだろ。キバナさんはガチで強いぞ。今回はここまでしようかな。あ、そうしようかな。あ、今日その前に。ポケモン、ね、また録画外でね、動画外でね、また
レベル上げとかいろいろしていきたい。よっしゃ。では今回はここまでにいたしましょう。次回はね、もうそのままね、ナックルスタジアムのね、ジムチャレンジに行って、ちょっと、キバナさんに勝っていきたいと。あ、一発で勝てるかわかんないけど、とりあえずまあ、勝っていきたいと。かわいい主人公。はい。ということでね、それではご視聴ありがとうございました。では皆さん、バイバーイ。